この曲は私が小さい時からすごい憧れて大好きな曲だったので踊れてよかったです。緊張したんですけど楽しく踊れました。ありがとうございました。アロハ。緊張したけど楽しかったです。ありがとうございました。ジュニアに入って初めて踊れて、ここでとても楽しかったです。最初は少し緊張したんですけど、曲に乗って楽しく踊ることができました。子どもたちにも見守られて嬉しかったです。ありがとうございました。こういう機会を与えてくれた先生や、あと今まで小クラスのみんなにもたくさん教えていただいて感謝してます。またみんなで踊れる日が来るといいなっていうふうに感じています。先生たちにすごい時間を割いて教えていただいて、私自身もすごい成長できたなととても感じました。すごい楽しかったです。緊張もしたんですけど本番うまく踊れてよかったです。今はまだコロナでみんながレッスン受けられない人もいるかと思うんですが、一緒にやっぱりフラは心を癒すと思うので一緒に踊りたいなと思うし、コロナが早く収束することを本当に心からいつも神様に願ってます。本日はありがとうございました。とても緊張したんですけれども、このような踊るチャンスをいただき、すごく感謝しております。今コロナで、みんな揃って踊るということがなかなか難しいんですけれども、早くコロナが収束してみんなで楽しくフラを踊れたらいいなと思っております。昨年亡くなった祖母のことを思って踊りました。皆さん健康で幸せで1年過ごしてください。1年ということでずっと過ごしてください。ありがとうございました。まだまだフラに戻れてない生徒さんもいっぱいいます。でも、こんな1年間大変な中でも、生徒さんからすごく元気をもらって、フラのおかげで、前を向いていられています。一日も早く、マスクを外して、安心して、みんなとフラが楽しめる日常に戻りますように、願いを込めていつもレッスンしています。今日はありがとうございました。